林牛の特徴をちょっと教えてもらってください。はい、まずはですね、何度か出産を経験したお母さん牛になりますね。で、比較的経産牛は硬いとかってイメージがあるんですけど、全然そんなことなくて、しっかり愛情を込めて育てれば美味しいお肉になるということです。なんか食べ物に気使ってるとかそういうのがある？はい、一番はですね、ビールカスって言って、これは元牧場さんも使われてるんですけど、オリオンビールのビール工場から出たビールカスを乳酸発酵して、これを大体餌に半分ぐらい混ぜて食べさせてますね。健康に育てるために、健康な元気な牛を食べて、また僕たちもより健康に元気になるっていう、循環してる。そうですね、はい、思います。元は、繁殖農家で、繁殖農家っていうのは子牛を育てて、10ヶ月ぐらいで出荷するんですけど、沖縄はもう大体ほぼこの農家が多くて、ただ今まで、そういうことをやってると、このお母さん牛、例えば種がつかないお母さん牛がどこ行くかっていうと、ほぼ県外なんですよ。ミンチの端材になったりとかっていうのがあったんですけど、じゃあ試しにちょっとやってみようかっていうのが一番の綾橋牛を作り始めたきっかけですね。そしたら美味しいじゃんと思って量産しようと思ってやってたら打ちのめされて、はい、一回打ちのめされて、はいはいはい、それからもうちょっともう一回真剣に餌とかいろいろ考えて、じゃあそこから見直したことっていうのは、そうですね、食べ物、餌の配合を変えたりとか、あと肥育期間ですね。今ですね、平均8ヶ月ぐらいやってますね。結構じゃあコストかかりますね。そうですね、はい、それはあるんですけど、でもやっぱりその分やっぱり仕上がりが安定してきたっていうのもありますね。あともうやり始めて非常にびっくりしたのは、やっぱり料理人の方々が、特にフレンチのシェフの方々がやっぱり好んで使っていただきますね。やっぱフレンチの方って、はい、ちょっと癖のあるお肉が好きなんですよ。そうなんですよ、そうなんですよ。そういうやっぱり一定のね、不安がっていうか、シェフの方々にもやっぱり支えられてもらってますね、はい。県内だと、那覇久茂地のバカールさんとか、泊まりのラトリエさん、宜野湾の加藤食堂さんとか。加藤食堂、はいはい、大好きです。私も大好きです、ね、2ヶ月に1回うちでですねイベントやってまして、名前のない料理店の小島シェフを招いて、綾橋牛を使ったコースを出していただいてるんですけど、たまたま大阪の方が沖縄に見えるって言ってたんで、ちょうどタイミング、日にちがあったもんですから、よかったらシェフのこういうこともやってますよイベントって言ったら、ぜひ来たいっていうことで、その時初めてお会いしたんですけど、この大阪の方も父親の代からもう代々近江牛を毎月取っててやってたんだけど、今も綾橋牛になって、はい、ちょっとお肉屋さんとなんか顔合わしきれないみたいな、はいはい、ハンバーグはすねとかですね、ネックとか、ちょっと味が濃い部分を使ってやってますね。筋肉でギュって美味しさが、そうですね、詰まってるところ、はい、そこはやっぱハンバーグだとすごいあれですね、食べ応えありそう、ありますね、はい、もう非常に高評価いただいてありがたいことに。あとですね、4、5日前に生まれた子牛がいるんですけど、はい、見てみますか。はい、どうぞ。すごい。かわいい。とってもガチマヤで、もうお腹空いたして。かわいい。チュッチュッチュッしても。本当だ。すごい。通常だいたい 1.5 リットルからスタートするんですけど、はい、もう全然足りないみたいな。いきます。はい、大きいですね。今何日ですか？今4日です。4日、はいはいはい、今大体もう3リットル飲んでますね、1回で。そんな吉太郎、吉太郎、はい、吉太郎、男の子だね、いとこにいるの吉太郎。あ、そうなの。大きくなりますね。大きい、187。おー